2023年12月31日、5チャンネルにこんなスレが立った。サイコロ振って6が出た時次も6が出る確率は ?9 割の高校生が正解を間違える。学力低下が深刻。わかりますか?早速スレを見ていこう。サイコロを振って6が出た時次も6が出る確率は、1、高くなる、2、低くなる、3、変わらない、正しいものを選べ、という問題に皆さんはどう答えるだろうか?筆者が独自に任意に、筆者の周りから、抽出された高校生に質問したところ約9割の高校生が3を選んだ。最近の高校生の知能の低下がたびたび問題になってはいたものの、ここまでひどくなっているとは信じがたいことである。言うまでもなくこれは2を選ぶのが正しい。6が2回続けて出る確率は36分の1と非常に低い確率だからである。日本終わりすぎだろ。悲しいはアホばっかになって、安倍、菅、岸田政権のせいで高校生は数学力も読解力もなくなった。問題文が悪い定義。6が連続で出る確率と、6が出た後にもう1回6が出る確率の違いだと思う。大人の日本語力低下が深刻。6を連続で出すなら36分の1やが6が出た場合の次が6になる確率なら6分の1定義。最初に6が出るのは確定事項なのかそうじゃないのか。2と思ってる人は IQ 超絶低そう。この程度の問題でマウント取ろうとしてる君は IQ 低そうやね。そうでもないだろ。これ半分国語の問題やろ。6が出た後って言い方やとただの1投目と変わらんと思うけど。何と比べて高くなる低くなるを聞いてるのかわかんねえよ。確からしいとは言ってないやろ。最初に6が出た前提の話じゃないの?一回サイコロ振るのと一緒と思ったが。何と比べてだよ。アホみたいなソースでマジレスしてる人たちも結構やばいと思うよ。アホみたいなソースでマジレスする楽しみ方もできねえつまらない人間にはなりたくないな。これは問題文がダメや。数学というより国語の問題やん。班長のサイコロなら、100% やな。クソ問題定義。意義によって変わらないを正解にしなくちゃいけなくなるパターン。公約の基本はオカルトの排除から。現実は出る出ないの5分で変わらない。問題がおかしいやろ。6分の1が正しいで、Y は高校の数学教師や。悪問だな。2回連続6なら36分の1。2回目が6なら6分の1やろ。6分の1定義。これでナンバーズでも受けてるやついたよな。完全確率だけど選ぶ側は意思を持って選ぶから偏りが出て想定リターンの高い数字が出てくるんや。何と比べてるんだよ。そや6ばっか出してたらサイコロも嫌になるしな。次は1か2くらいにしとこうとなるわな。この記者の世界でパチンコの天井は319回転なんやろな。3が正解でいいんか ?3 やないの?こんな問題作るやつの学力が低い。3って踏まえた上で、オカルトに走るのが紳士ってもんやろ。パチンコでハマってる大打てば当たると思ってそう。変わらない定義。へりくつ言うと、サイコロの数字のへこみで綺麗に6分の1にはならないらしいな。5が出やすいとかなんかで見たことある。一般的な目の彫り方やと重心の関係で5が一番出やすいと計算出て、実際に1万個のサイコロで試したらその通りやった。本当に6分の1なのか疑ってちゃんと検証するのはええことやな。出るのが出ないかの2分の1。くさ。こればかにしてるくせに野球見てる時は流れが来たとか言うんよな、なんじ移民は。野球は人間がやってるからな。集中力の欠如や焦りなどの精神的負荷の発生が流れを生む。気合だけで勝負は決まらんけど勝つ気がないのに勝てる道理はないんよな。常に6分の1定期。死後祭を振ってる可能性があるからその分高くなる。ジョーク定期。出題者の学力低下やろこれ。6が出た後に6が出る確率は低くなるっていうならジャグラーで化けが連続で出る現象の説明ができんだろうが、金返せハゲ。変わらない定期。36分の1だろ日本語的に。何時移民とか野球の指標すれでトンチンカンなこと言ってるやつ多いしシャレにならんわ。パチンコ算なら3変わらない。同様に確からしくないとな。3やろ。学力低下ってなんなんやろ。問題文より筆者の問題や。あいけね、聞き方が悪かったなってならんのを見るに筆者の頭が悪いのか無理やり若者を貶としめたいだけなのか。単純にジャグラーでゼロゲームやめの台と500ゲームハマりしてる台どちらが当たりやすいかって考えたらバカでもわかるやろ。仮に6が2回続く確率だとしたら何を基準に低くなるんや。問題文めちゃくちゃやん。6が2連続で出る確率は36分の1だけどどの時点でも1回サイコロを振って6が出る確率は6分の1だろ。なんで低くなるが正解なんだよ。論理的に説明しろやハゲ。朝日新聞は産後に落書きするような知能レベルの集まりだからな。ただしサイコロの振り手は某州さんとする。確率と関係ないけどダイススタッキングの動画見てたらサイコロの目は振り手がある程度自由に選べるんやろなと思ったわ。
これ読んで喜ぶバカな老人が多いのが問題。変わらんやろ。赤点教師なしもとこてつを読んだら、今の確率論が間違っていることがわかった。知らない人は旧版十二帝でググれ。算数じゃなく日本語の問題提起。赤木と坊衆さんに同じ質問してみろ。冗談の部屋って書いてあるからネタなのか。ネタやろこんなん。何面体？実は10面ダイスだから10分の1が答えや。若者の学力低下の方向に持ってきたい本物のマスコミだったら見るからに意味不明な問題文じゃなく一見まともな問題文作ってくるだろ。6だけ出るサイコロかどうかで変わるやろアホ。この問題文だと確率は変わらないが正解だよな。サイコロを2回振って2回とも6が出る確率は？とは意味が違う。似たようなことあったわ。10連続1の目が出るのも完全6分の1ランダムでもあり得るなら、そのサイコロが6分の1になるためには1の目以外が出ないといけないわけでしょ。みたいなこと言われてうまく言い返せなかった。表示は 0% だがコンマ何%で盗めるんや。実物のサイコロには出やすい目の偏りがあるから試行回数を増やしたデータから正確な確率を求めるのが正しいやろ。大人の国語力の低下が深刻って記事？これ系って大体問題部が悪いよな。日本語の欠陥みたいな話だな。大晦日にやることじゃないで。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。